高須クリニックの高須克也院長が10日、自身のツイッターを更新した。高須氏は、中国、127カ国に支援外交、救世主、狙う、と題したネット記事を貼り付けた。記事は、中国の習近平指導部が、新型コロナウイルスの感染拡大国への支援外交を強化。最も早く感染拡大のピークを過ぎた優位性と、従来持っていた豊富な生産能力を活用し、医療物資の不足が深刻化する各国の救世主として評価を高めたい考えと伝えている写真。高須院長、長男のイラスト無断使用の芸人に、最後通告、二度とやったら即座に全力で叩き潰す。これに高須氏はツイッターで、救世主。マッチポンプだろ、と疑問を投げかけていた。